ベスタは、東日本フェリーが運行していたフェリー。室蘭八戸航路の開設にあたって、内海造船瀬戸田工場で建造され、1979年5月に就航した。後に、両船のベラと共に、室蘭青森航路に転配されたが、1986年にベ田ダの就航により、青森函館航路に転配された。その後、 1996年に引退、フィリピンへ売船された。ビノスの改良型で、船形がやや拡大されている。右辺選手部及び、船尾中央にランプウェイを装備する。後に東日本フェリーのシンボルとなったき、大々、赤のレインボーカラーの船体塗装が、初めて採用された。1994年4月17日、15時5分頃、 青森港へ向かって出港するため、函館港、フェリーターミナル第4バースを離散する際、フェリーターミナル全面海域で病白中の小型タンカー2隻を避けて狭い水域で回答したところ、強風に圧流され第4バース南東側で、築造中の分離艇に衝突した。衝突により本船は、右舷船尾の外反に箱を伴う久保損を生じた。事故発生時の天候は晴れで、 突風を伴う風力7の西北西の風が吹き、海上強風警報が発表されていたが、平均風速は運行基準の制限値以下だった。事故原因は、船長の操船上の安全確認についての配慮が不十分であったこととされた。ありがとうございます。